やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。バカ腹減ったんだけど。こんにちは。君たちがおすすめしてくれたんでね、今からウーバー頼んじゃおうかなと思います。とろり月見チーズフィレバーガーと、とろり月見チーズ和風カツバーガーもあります。どっちも行ってみましょうか。ナゲットは頼むでしょ。ナゲットあとデザート頼もう。いや、ケンタッキーってなんだかんだちょっとパーティー用ってイメージがあってさ、スルーしちゃうよね。今そうでもないのかな。俺もケンタッキーガチであんま食ったことない。ハンバーガー自体がもうそもそもだよ、その話をすると。いつ来んのこれ、どんぐらいで来んだ。ちょっと待ってね。もう来るらしいんだけど、本当に早い。あっかん、クソ腹減ってる。てかマジでね、俺一回パチンコ行ったの間違いだったかもしんない。別にお金を儲けようって気持ちはないんだけど、演出を見に行きたくなっちゃってる。今ソードアートオンラインのビカビカを見に行きたくて、マジでちょっとこれ、ソードアートオンラインは気になる。はーい、じゃん、来ました、ケンタッキー。これがなんだ、あ、これエッグタルトとナゲットだ。これナゲット。やば、うわ、そしてメインの方ですね、こちら。わー、あったかいんだよなー。なんと今回月見が2つ出てたので2つ頼んじゃいました。ほらほら、とろり月見、チーズ和風カツとチーズフィレ2つ頼みました。どっちから食った方がいい。和風カツがおすすめだから、じゃあもう和風カツからいっちゃおうかな。はい、君たちおすすめの和風カツ。てかすごいな、厚みがすごいね。こんななんだ、地球じゃん。うわー、うわー、こんなような感じでございます。キャベツぎっしり、いただきます。このタレがついてるカツがいる方、いただきまーす。うーまー、めっちゃまろやかだね。タルタルソースなのかなこれ。待って、卵がさ、パサパサ卵じゃないんだけど、見て、なんか半熟、すごい、卵が生きてるんだけど。うまー、カツっていうから結構なんか歯ごたえがあるというかさ、重みがあるのかと思ったけど、全然そんなことない。おお。ハンバーガー、うまっ。1個で650円ってどうなんだと思ったけど、これクオリティの分だわ、650円。クオリティが高すぎる、バーガーとしての。幸福、すげえ、ハンバーガーって、うまっ。ナゲットちゃんとしてですね、ナゲットはそれこそマックのしか食ったことない。いただきます。
おう、正直に言っていい、月見の印象が強すぎる。ジューシーさが足りなく感じる。美味しいんだよ、美味しいけど月見がすごすぎる、食物として。あれうまい。なんか俺も知ってるんだけど、で全ての硬さが均一でさ、一個の個体って感じがでかいけど、これはちゃんと層が分かれて美味しい。だからケチャップつけなくても味濃い、うまい。それではチーズフィレの方いただきます。こっちの方が好きって言うと結構いいのかな。コメント見た感じ和風カツの方がもう一強みたいな感じだったけど、ほら、うわー、ビジュめっちゃいいんだけど、ビジュが良すぎる。ビジュが全部の具が見えてる。丁寧すぎるんだけど見て、チーズにカツにレタスに卵。いただきます。うん、うわうまい。あ、こっちを食べて思うけど、こっちの方が堅実だわ。バランスがいい。うん、ちゃんと歯ごたえがある。こっちの方が和風だしの方は卵もレタスもソースも全部一気にもうむしり取る感じ。でもこっちは一個一個はね、ちゃんとしてる存在が。わあ、幸せ、マジで幸せ。あ、卵が。いただきます。うん、こっちはねすごいチーズ味が強い、チーズ感が強いわ。かなり俺はなんだっけ、チーズフィレじゃなくて和風だしの方が好き。ケンタッキーの月見すごい見直した。他あんま食ってないから順位をつけようがないけど、確実に上位に入るでしょうってレベルで、ベロがびっくり。そうなんだ、ケンタ最近来てるんだ。お前らも食ってきな、これは体験、経験して来てください。絶賛。なんか俺がチートデイするって今後なったら、なんか中華食べるか、中華俺大好きだから、もう中華がもう筆頭に出てくるんだけど、中華毎回何食べるの？俺、その決まってる中華屋さんがあって、錦糸町の。ここなんだけど。マジうめえの、ここが。これ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 、このチャーハン、チャーハンの上に、エビのスクランブル乗ってんの。エロくね？もう。で、高くないからね、町中華だから。尋常じゃないべ。900円。量が多いのよ。残したらパッキングしてるから。これと、麺類を一杯と餃子。それが俺のチートデイ。あと、ウーロン茶が、瓶で出てきます。あの、美味しいオレンジジュースあんじゃん。瓶で出てくる。あれ出てくるから。あいつ、あの、ちっちゃいコップの中にね、ちっちゃいコップの中に、トカ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 って出てくる。釣るのよ。麺に行くとき、これを食べて、その、なんて言うんだろう、口の中がチャーハンになってるのをリセットするときの、そのちっちゃいコップを一口ガンって飲んで、リセットしてから麺ですよ。ここマジおすすめです。皆さん、中華食べたくなったら錦糸町、はい、近い方行ってみてください、ここ。血糖値スパイクが来て意識が朦朧としてる中、視力がちょっと下がるんですよ。もうねー、街中のライトが淡く見えるのね。あー幸せーってながら、酒飲んで、アルコール飲んでるのに酔っ払って帰るから。あー幸せーっつって。あれ、これ酒飲んだっけ？マジで行ってみてください。超おすすめ。超おすすめ。あー、そういえばめっちゃ質問が来るんだけどさ、今年のハロウィンは渋谷掃除しますか？みたいな。のが DM とかで結構来るんだけど、多分今年できない。結構ね、今年ちゃんと止めるっぽくて。呼びかけ的な？来んなってのをちゃんとするらしくて。だから今年多分できないね。残念！
非常に残念。なんかそういう活動したいけどね。なんかするんだったら俺かなと思ってるんだよね。視聴者と距離が近い配信者とかって、あんまいねえからさ、ボランティア企画を定期的にできたらいいなとは思ってるけどね。単純におもろそうだし、でもまあ、結構活動自体がガチになっちゃうから、中途半端な気持ちで来られると多分苦しくなっちゃうけどね。ちゃんとボランティアする気がないと。いやでも渋谷のゴミ拾いはすごかったけどな。俺たちが通った道めっちゃ綺麗だったけどね。やっちゃいけない理由？人がたくさん通っちゃうとどうしても怒る可能性あるからな。あと日本人の特性的に集団になるとなんかやらかしがちだしね。やべえことをするやつにやべえことをするチャンスを与えちゃうからね。それこそなんか軽トラひっくり返されたりしてたじゃん。まあ、渋谷掃除はなしです。十中八九なしです。